そうですね、動物は好きで犬が大好きです。飼う予定は今のところないんですけど、いつか飼いたいなと思ってます。そうですね、だいぶ慣れてきたんですけど、こうキャプテンだったりジョーだったりがもういてこいって言ってくれるので、今は、はい、自信を持ってダンスをしてます。先導します。そうですね、まあ、ルーティーンみたいになるかもしれないんですけど、結構黄色のスパイク履くとゴール決めれたりいいプレーができるので、はい、黄色のスパイクを履くようにしてます。3匹いて、ヨークシャテリアがナーキー、プードルがイブ、ティーカッププードル、ちっちゃい方のプードルが、プリンです。嫌なプレーっていうか、まあ、やっぱりこうスピードに乗ろうとした時に体をぶつけられたりすると嫌ですし、ああいう狭いところでポジショニングを通るとするときにこう掴まれちゃうと、もう僕は身動きできないので、それは嫌だなって感じてます。結構感覚のところあるんですけど、まあ、出し手のタイミングを見て、その選手の癖を見て、出せるタイミングで、はい、一回こうディフェンスラインに戻るように、舐めるようにって言ったらいいですかね、走るとかからないことが多いかなと思います。買うもの調味料ですかね、はい、子どもの頃は、ロナジーノ選手が好きでした。好きなアーティストさんは清水翔太さんだったり、ベリー・グッドマンさんだったりが好きです。曲は最近よく聴く曲は世界の終わりさんのサザンカとかよく聴いてます。オフの日は家の中で、映画見たりネットリックス見たりするか、まあ、最近ゴルフを始めたので、はい、打ちっぱなしに行ったりします。アニメ、ドクターストーンだったりワンピースだったり、あとは、アオアシとか見てます。いや特に、まあ、日本から持ってきたシャンプーを使ったりしてます。一応ケアとかは特にシャンプーしてトリートメントしてドライヤーしてって感じですね、いつも。うな丼、寿司、焼肉。好きな数字11、9、8、まあ、8は今つけてますし、まあ、神戸時代一緒にプレーしてたアンドレスがつけてたので、はい、大好きです。で9はやっぱストライカーといえば9かなって思います。で持ってるので9が好きです。11はもうプロ始めてから11番ずっとつけてきた番号なので、はい、好きです。おめでとうございます。素晴らしい、質問ありがとうございます。セルティックから、サイリーのユニフォームを送るので、すごい楽しみにしてください。